はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。モンスターハンタークロス、今回はタマミツネの狩猟を言っていきたいと思います。4大メインモンスターのうちの1匹ですね。まあ動画でいくと2匹目になりますけれども、こちらを装備は基本変わってないんですけど、武器がホウモロコシ、これね作ったんでホウモロコシにしてあります。まあちょっとユニークな武器ですけれども、このね麦わら帽子がね盾になってるんですよ。で、まあこのモロコシの先端からガンランスの砲撃が撃てると。で一応武器の使い方としては砲撃がメインになるような感じですかね。なので拡散型になってます。であとこのタマミツネの特徴としては、変なね泡状態にしてくるんですよ、状態異常で。まあちょっとなんていう状態異常なのかわかんないですけど、泡状態になると、まあ最初に出てたアイルーみたいにツル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 滑っちゃう、操作がね効かなくなっちゃうっていう、そんな感じの状態異常になってます。で一発食らっただけだと特にあの問題はないんですけど、2発目とか食らうと、状態異常に、発生すると、そういった感じですかね。じゃあまたちょっとペイントボールを投げますか。ピューペチョ、はい、はい、でまたちょっと例によって張り付きながら、まあ、尻尾はねこれちょっとやりづらいんで、頭はね狙っていきたいと思います。頭の破壊、ほら、あ止まってなかった。でさ、このホウモロコシがついてさダメージ当たるのかって感じだよね。あ、怒ったな、ほら、まあ、ガンランスっていうか、まあ、盾のいいところは方向してるときにねガードできれば攻撃のチャンスになるんで、いてー、拾い物をしてたら。どうすか皆さん、結構拾い物を積極的にやりますかクエストとかでね、あの本当に友達同士とかだと、もうわざとね落とし物優先で拾ったりしてダメージを食らったりするときあるんですけど、知らない人たち同士のマルチプレイだとどう思われるんですかね、あいつ落とし物拾ってんじゃねえよみたいな。あのね、ほっとくと消えちゃうんで、ちょっと余裕があったら泡状態になってみますか、わざと。あと玉ミツネはねどっかの部位がね硬いんですよ、前足あたりかな。一応貝でもねあの弾かれる部分があります、緑。ちょっと怒ってるんで、お、比較してきましたね。3発やると食らうな、やっぱり。お、であと基本的にこうガードしてるんであんまりね泡には当たんないです。光モードが解けた。ちょっと距離を取った時とかに泡を食らってみますか。管理が全然できてないな。ね、このね砲撃のね音がいいんですよね、ホウモロコシ。ピヨンみたいな。これ本物のホウモロコシ使ってんのかな。まあ大モロコシっていう素材を使ってるけど、大モロコシは食べ物なのかな、そもそも。
3回かな、頭破壊するのに必要な回数は。今2回切りましたよね。送った。これをきちっとガードしてワンセット叩き込む。あ、これは食らいそう。ああ、攻撃食らうとでもアマ状態は解除されるのか。これちょっと食らってみましょう。おお、どっか行っちゃった。わざと当たるのも難しい。あ、エリア移動したかな。サクッと研いで。竜の息吹が溜まってますね。こっちか、使おっか。おお、もろこしよ、焼きもろこしになれ。なんか食ってる。ほらほら、ひたすらひたすら撃つ。硬い。今どっか弾かれた。あ、おお、毒々落とし穴。どこにやったんだ。そんな余裕はないぞ。てか頭当たらない。おお、危ねえ。あれってバトルできたっけな。ほーら、意外に頭が破壊できない。こっちを向け。ほーら、オッケー。やっぱ3回だな。ほーら、ほーら、当たろう。当たらない。これ当たろう。いて。あ、でも、あわあわになってますね。で、これあわあわになってるんですけど、別に普通なんですよ。特に何の行動の支障もなく。あ、ちょっと滑ってるかな。猫の閃光弾意味なかったな。これをさらにもう一回食らうと、本当に滑るんですよ。ちょっと、こっちに泡打ってこないかな。あ、これ、ちょっとやってみよう。うおってなると。全然わかんなかったね、今。すぐダメージ食らっちゃったから。俺もピオリそうだな。ま、いっか、もう。とにかく滑るってことです。すげえ簡単に言うと。お、こんなところに落とし穴があったのか。どうせなら遊撃砲撃とう。ほらほらほら、毒になってんの。意外に役立つ毒落とし穴。いってえ。誰だ俺の研ぎを邪魔するやつは。ちょっと、あわあわ食らうか。割れんのが早い。あわよ来い。来た来た来た。あれ。本当に当たるの難しいな。とかやってるうちにスタミナがなくなった。ね、頻繁に、あ、正面にはあれ甘くないんだな。きて。お、猫が決めた。毒でも弱ってたし、結局ちょっと泡がよく分かんなかったっすね。まあしょうがないか。玉三つねね、そんなに、だから、基本、張り付いて攻撃ができるんで、まあ、ガンランスっ
では全然楽勝かなと。まあ多分他の勇気でもそんなに速い動きとかをしてくるわけじゃないんでいけるんでしょうけど、まあそもそもね、村クエの会っていう、まあ、そういうところもありますけど、まあ、4大メインモンスターと名を打ってる割にはそこまで驚異的な感じではないという。はい、というわけで、玉三つねの狩猟でした。ちょっと次回はどうしようかな。まあガンランスはガンランス使うんですけど、まあいつもストライカーだと飽きちゃうんで、ちょっと別のスタイルで行ってみましょうか。まあちょっと考えてはないですけど、というところで今回はこれで終了したいと思います。